はい、こんにちは。今日は2020年4月8日、午後になります。先ほど SIM が届きました。スタートガイド、このチラシを見るとですね、中に、設定の仕方とか注意事項とかが書かれています。データ容量とかですね、そういうのを表示する機能がアプリケーションに入っているということですね。パターンとしてはですね、 MNP、 それから新しい電話番号で設定と2つパターンがあるということです。今回は私は新しい電話番号を申し込んでますので、パターン2のステップ2からいきます。楽天回線の開通手続きになりますね。スマートフォンの電源がオフの状態で SIM カードをセットしてくださいと。そしてスマートフォンの電源をオンにしてから表示される画面の案内に従って初期設定をやってくださいと。大体これでですね、対応端末であれば簡単に設定ができるそうです。その後ですね、データ通信ができるようになってから、マイ楽天モバイルとかですね、電話のための楽天リンクとかですね、そういう専用のアプリケーションをプレイストアからインストールしてくださいと。そういう流れになっているとのことです。さて、 SIM カードを取り出しましょう。これですね、3サイズ対応の SIM になっていますが、まあ、今回ですね、対応になっているのはほとんどナノ SIM なので、今回用意した P30 ライト用にですね、取り出しました。側が残りますが、まあ、これが正しい姿ですね。さて、入れましょう。で、入れましたと。で、まあ、この状態でですね、もともとテザリングを設定をオンにしていた端末ですので、どれぐらい出るかっていうのをテザリングでつながっている端末で見てみます。まあ、iPhone とか iPad とかを使ってやっています。だいたいこうテザリング系だと、10メガ台、でも上りは早いですね。18、20、結構上りが出るのは YouTube の投稿とかにありがたい話ですね。テザリングはですね、Android より低速になり気味なのは、まあ感じているところでありますが、 Android からテザリングすると iOS 側、 iPhone とか iPad とかやっぱり遅くなるんでしょうかね。今後ですね、5G になると Wi-Fi 6 ルーターとかがモバイル版が出てくるので、そうすると Wi-Fi 6対応の iPhone とか iPad とかが速くなるんじゃないかなという期待はしています。そういうですね、 Wi-Fi 6対応のモバイルルーター、これがですね、安く出てくれないかなという期待をしながら見ています。まあ、そういうのを安価なルーターにですね、この楽天の SIM を挿すという手もあるんじゃないかともちょっと思ったりもしています。やはりテザリングだと、今の時間はこれぐらいのようです。下り10メガで上りが25メガ、まあ今はそういうことですね。さてですね、これはアプリによる速度の差もありますから、じゃあGoogle さんがやっているですね、速度測定はどうなのかというのもちょっと、ついでに見ておきましょう。こちらも、まあ、相手のサーバーとかちょっと異なりますから、さっきのアプリよりは、スピードテストのアプリよりは少し早いみたいですね。まあ、かようにスピードテストのソフトというのはですね、相手とのサイトとかですね、込み具合とかも絡んでくるので、まあ、あくまで参考程度ということにしています。まあ、当然時間とかですね、端末であるとか相手のサーバーであるとか、まあ、いろんな原因で変化していきます。
でですね、SIM の管理、これはあの P30 ライトですので2枚出しができるので、1枚目に楽天の SIM、 それから2枚目に今まで使っていたですね、あのモナ Wi-Fi のレンタル SIM を差し込んであります。もう従いまして、プレイストアからマイ楽天モバイル、まずこれをインストールしましょう。速度が速いので、すぐダウンロードできます。いきなり位置情報を提供してくださいと言ってきましたね。まあこれ拒否すると多分動かないんでしょうね。で、受信と通話の管理を、まあ、このマイ楽天モバイルというアプリでやりますよと。で、位置情報も、アクセスさせてくださいと。まあ、これも OK しないと先に進みません。はい、ようこそ楽天モバイルへ。で、これはなんかプランの情報が出てきましたね。これは、一応ですね、定価は2980円というメニューです。これをやった後でですね、もう一回テストをしてみます。あ、結構早くなりましたね。認証の関係とかあるのか、まあ、あるいはたまたまこういう時間帯の関係なのか、楽天 SIM を挿した、スマホ本体では、結構、いい速度が出ております。88メガ、下りですね。で、上りが41メガ、これぐらい出るとかなり良いですね。で、改めて、テザリングの設定をやっておきます。はい、オンにしておきますね。テザリングの設定はオンにしておきます。で、この状態で、まあ、まずはSIM 側の設定をこうしといてですね、はい、スピードテストのアプリで動かしてみると、結構いきますね。まあ利用者が少ないせいなのか、70メガを超えて80メガぐらいまで行ったようです。で、上りがですね、これも結構行きましたか。30メガ超えましたね。 43.4 メガ、これは多分、利用者が増えてきたらこれは落ちていくかもしれないと考えております。利用者が少ないうちはこれだけ出るということですね。人によってはなんか100メガ超えたという人も書き込みを見ましたので、まあ、本当にあの例えば自分一人だとすれば100メガ超えたということもあるのかもしれないです。で、一応こう LTE のですね、計測ツールを一つ立ち上げてみましたけども、結構まああれこれこうサーチしてみてですね、見るとちゃんとですね、楽天という、アクセスポイントの名前が表示されます。44-0011 ですか。はい、で、さらにテザリングでどれぐらいかなということで iPhone 側でも見てみましょう。結構さっきよりは出てますね。登録した後はまあいい感じでスピードが出てますね。下りが 69.2 に上りが 22、はい、今度はこれ iPad の
ダメですね。はい、iPad 側でのテザリングの表示は、それでも20メガすぐ超えましたかね。結構30メガ近くまで行きましたね。で、上りは今度は早くて40メガぐらいは行ってます。これぐらい出ると、例えばこのですね、動画のファイルを編集してすぐアップロードしても快適に作業は進めそうです。これが上りの速度が遅いですね、 SIM だとなかなかアップロードが終わらないので大変なんですよ。今までのキャリアの回線とかレンタルSIMとかも、やはり利用者のことを考えているのか、下りが早いけれども上りが遅いのが多いので、ちょっとアップロードが時間かかることが多いので、アップロードが早いのはとても助かります。さて、測り直すとさらに速度が出て33.1メガですね。で、上りが、これも30メガ超えましたね。様子を見ながらやっていきますけれども、なかなか期待できる初日のデータでした。速度が速い時は80メガぐらい行ったので、こういう状態が続けばかなり快適ですね。ありがとうございます。